劉翼は、中華民国の軍人。暗記派、法天派に属した。旧名は、タスクには。字は、中央。別号は、佐藤志造、痩せキャン。後に、翼と改名した。鉄霊剣芝川沿い村出身。1901年より私塾で学び、鉄霊剣城、第二小学を1905年に卒業。1908年。 法天陸軍小学英文班に入学する。在学中の1910年に中国同盟会に加入した。同盟会員の総称キャン、高子信、王星山らと連絡を取り合い、鉄霊、貝原、宝庫、公平等にそれぞれおき革命に参加。鉄霊、貝原は一度革命等の手中に収まったが、新軍に奪還され捕らえられる。脱走し山東省園台に向かう。 1914年、法天陸軍補修所学堂監督の内宙の推薦で、北京清川陸軍中学に進学。遠征外が校庭を称すると、陸軍中学内でも生徒がデモを起こし、授業が停止となった。馬海流、王星山らと共に、山東省に赴き、民軍、大東第二橋子大司令部大理参謀長。しかし、諸城五国軍副司令、竜玉帝の裏切りで、 司令の早期オムジンと共に逮捕される。ほどなくして釈放されるが、龍玉帝はさらに、三島将軍バリフところ芝に布告。陸軍省は、龍玉帝の逮捕命令を出したが、女女僧の秘書長で同学であった張ぎ眉が、握りつぶしたためことなきを得、陸軍中学を卒業して、保定陸軍軍艦学校候補生隊に転ずる。1916年8月。 保定陸軍軍艦学校第5期不評価に入学した。1918年9月の卒業後、北京、木寺の参戦軍軍艦共同団で訓練を受け、翌1919 19年1月に参戦軍第3子、第59団、第 3A、第11連拝長、注意。まもなく団の重建術主任教官となる。1920年7月の安直戦争勃発後、 片城の戦闘で負傷し抗争される。しかし、そこの病院では戦闘の影響で治療が滞っていたため、暴動を引き起こして脱走する。以後は、長作林率いる法天派で軍歴を重ね、第七根性旅で、軍師軍艦教育班戦術教官、後中道路路系所の第二分隊長。1922年、中高に昇進し、 法天沈異軍司令部参謀どころの参謀要員。まもなく勃発した第一次、笹口家戦争で、法天軍は大敗を起死した。この時、昇進の調査陣に寄り添ったため彼の信任を受け、英体団団長、後総参謀部員、さらに長学寮に引き抜かれ、第二根性旅参謀長代理を歴任。年月の第二次、笹ぐじ戦争では、 1> 第1、三連軍第6混成旅、第18段団長。10月27日、総旅町と共に、なでやすし旧角口に進軍し、10月29日午前4時、突撃を開始、佐賀祭の先制陸軍、第2支陣地を攻撃し、さらに旧角口から、東五十里の井の熊よく似て撃破した。竜はこれに乗じて、さらに赤門祭まで追撃し、 北大河を占領。1925年10月、佐々軍第44旅旅長となり、要査改定に従い、チャンス省沈降、太陽に展開するが、東北に撤退。1925年11月22日、各省令が反乱を起こすと、新編第4補充旅を率いて、新民権居留が駅付近で交戦。 1926年4月、兵玉省の国民軍を迎え撃つべく、北京城内及び航空に展開、昌平県南口鎮に展開する国民軍と睨み合いを続けた。8月、南口戦役が勃発、龍率いる第4旅は系水鉄路右側の徳摩り口で陣地を確保し国民軍を迎え撃った。戦役終結後、第4旅は、 張作林の激症を受けた。1927年6月18日、北京で張作林が暗黒軍政府を樹立すると、佐々軍閣旅は姿勢に改変され、第4旅は第10師となったため、中将、市長。1928年、張作林死後の張学寮による軍の再編において、東北陸軍不評第4旅旅長に任じられた。 1930年には東山昌平、交渉省庁に任じられ、翌年1月、チャハル省政府主席となり、1932年8月まで、その地位にあった。1933年2月、頂上戦役が勃発すると、北平軍分会より、河北第二集団軍抗日帝新軍総指揮に任命され、チャハル省の票、占い会、東文。 リタ大吉ら東北抗日義勇軍を支援。3月の熱化疾患後、国民政府軍事委員会北平文化委員に任じられ、長学料の下で対日防衛に当たっている。しかし、1936年12月の西安事件により、長学料が失脚すると、劉翼日もまた下野を余儀なくされた。日中戦争勝利後に、 劉翼妃は、河北戦憲軍第一軍軍長として復帰し、後に三民主義促進会に加入した。中華人民共和国成立後は大陸に泊まり、天津市政治協商会議員などを務めた。1968年7月28日、病没。去年76。ありがとうございます。